はい、皆さんこんにちは、キングアキラです。よろしくお願いします。今日のレッスンはマイニングの基礎のレッスンになります。今回は本当に基礎のマイニングをしたことのない人たち用のマイニングがどういったものなのかのお話をして、で、いろいろなマイニングの専門的な仕方とか計算の仕方とか、一番マイニングを良くするのに、採掘の中でお金儲けをするにはどういったことをした方がいいかとかいうのは次のレッスンにします。マイニングとはどういったことなのか。マイニングっていうのは採掘、掘りっていういろいろな言い方をがありますけど、小惑星のアステロイドの大きな浮いている石を、掘って集めて、それで、その石を売ると、その石から、を溶かしたりして金属とかを取って、その金属とかで、ミネラルとかで船を作ったりモジュールを作ったり、するわけなんで、マイニングがあるからこの世界の全ての他のものがあるっていうような感じですね。この掘り、このマイニングがないと船を作ることもできないし、イブの世界そのものが普通にやっていくことができなくなるので、とてもとても大切なところなので、マイニングっていうのはとても安定したお金の稼ぎ方なので、誰もがチャレンジしてみるのはいいと思います。お金が必要になった時とかは必ずこれでお金を儲けをすることができるので、ぜひとも試してみてください。そうですね、マイニングをするにはどうすればいいかは、5つの簡単なステップでできます。まず第一、マイニングをしたいためにはセキュリティがどうなっているかですね。大抵はハイセキュリティで始めた方がいいと思います。特に最初の頃はね、セキュリティが低ければ低いほど、もっといいものが掘れたりするのですけど、でも危険も高くなるので、とにかく 0.5 よりは高いところにいた方がいいと思います。僕たちは今 0.9 のところにいるので結構安全だと思います。まず第一がセキュリティシステムをチェックすること。第二、ステーションがあるかどうか。結局集めたものはどっかに下ろさなきゃいけないので、ステーションが近くにあるととてもいいです。太陽系の中にでは、ステーションがない太陽系もあるので、第2は、ステーションがどこにあるか確認すること。今ここではステーションが右クリックでいくつかあるので大丈夫ですね。第3のところはアステロイドベルトを探すこと。アステロイドベルトがないところもありますので気をつけてください。あっても小さかったり、あまり数がなかったりとかもありますので、右クリックでアステロイドベルトにマウスをかざすことによって何個アステロイドフィールドがあるのか、ベルトがあるのかっていうふうに分かりますね。僕たちは今アステロイドベルトの中にいて、いっぱい石が浮いています。第3はアステロイドベルトがあるか確認すること。そうじゃないと石がありませんからね。第4は、オーバービューの設定をすること。なぜならばオーバービューがちゃんと設定していないと石があっても見ることができないと。今僕のオーバービューに何も石がありません。ここに石があるのに見えていないと。ここのオーバービューのこの左上のところを右クリックして、ディフォルトの中にマイニングというのがあります。これを押すと、石が全部出てきます。ここのネームのところを押すとアルファベット順にみんなが並んだり、あとこのディスタンスをやると、そうすると距離でみんなが並べられます。ちなみにこのボタンを押すと距離が感覚がとてもよくわかるんですね。どこに何があるかっていうのがね。第4はオーバービューの設定で、あとは第5はターゲットした後にレーザーをつけると。以上です。5つのステップでマイニングをすることができます。マイニングレーザーを使うことによってこの石を掘ることができるんですね。実際にどういう原理だっけこれは。2つのタイプのレーザーがあって、1つが実際に物を溶かすことが石を溶かして、もう1つのレーザーがエネルギーを石から反射させて、それがちょうど
反射して自分のに戻ってくる角度にして、それに釣られて石の破片が戻ってくるようになるんだと思います。確かそんな原理だったと思います。この掘った分っていうのはカーゴの中に入ってきます。一度つけるとだいたい60秒ぐらい時間がかかるのかな、確か。そのサイクルが終わった時に石がカーゴの中にポンって入ってくるはずです。このようにね、僕は今マイニングレーザーを2つ使っています。なので2ついっぺんに使うことによって1個だけじゃなくて倍の量が入ってくることになりますね。このマイニングレザーというのにもいろいろスキルとかがあるのですが、まあ、それはまた今度お話ししてもいいんですけど、僕はこのテック2のバージョンを使っております。マイニングをする中では、まあ、一番必要なのはレーザーですね。マイニングレーザーっていうのは大抵の船にはつけることができます。またこれにマイニング用に長けている船もいろいろあるのですが、とにかく僕はこのフリーケート型にしてあります。まずマイニングレーザーを使うことが一番ですね。あとドローンでマイニングもできます。ドローンっていうのはコントロールできるこのロボッツなんですけど、このドローン、マイニングドローンを船に積んでいることによって、このカーゴの中のドローンベイの中にマイニングドローンを入れてあるんですけど、このマイニングドローンを放って今ここにいますね。早くて動きが、このマイニングドローンに掘ってもらうこともできます。このマイニングドローン一応ターゲットもなってますし、右クリックでマインという形にするとターゲットに向かっていって、で掘ってくれると。中にはこのマイニングドローンを5つとか使える船とか、もっと使えるような船とかもありますから、そうするともっともっとマイニングすることができます。もっと石を掘るスピードが速くなるというわけですね。そう、レーザーを使うことと、あとドローンも使うことですね。こういうのってマイニングしてるとすぐにカーゴが石で溜まってしまうんですよ。なので船っていうのはロースロッツ、ハイ、ミディアムとローっていう中のこのスロッツの中でカーゴエクスパンダーというモジュールをつけると、普通以上に、カーゴが大きくなってもっと石を運ぶことができるので、もっと効率よくマイニングをすることもできるのですね。あとマイニングレーザーアップグレードっていうモジュールもありまして、そういうのをここに入れるとこのマイニングレーザーの力を倍増することもできます。いろいろな、マイニングの仕方がありますね。これで溜まったらどうするのかと、普通はですね、一番安全なやり方はこのままステーションに持っていくこと。これがいっぱいになったらドローンも回収してレーザーもやめて、でステーションにワープする、でステーションに下ろして、で空になったらまた戻ってくると。でこれを繰り返すことによって後でマイニング石をまとめて売ったりすることができるんですね。それが第一のやり方。次がジェットキャンマイニングって言って、まあ、一度いっぱいになっちゃったらこれを一度右クリックでジェットソン、外に出す、放り出して缶になるんですね、自動的に。でこの缶にいっぱい石が今詰まってる状態にあるので、あでも実際に缶ってすごく大きいので理屈は聞かないでくださいね。とにかくこの缶は今僕の船から出てきたのに、なぜか中身は船よりもよっぽど全然大きいんですけど、この缶の中に自分のカーゴから缶の中に石をどんどん詰めていくことができるんですね。で後でもっと大きな船、インダストリアルとかの船で取りに来る、ジェットキャンマイニングっていうやり方もあります。3番目のやり方、3つ目のやり方がフリートマイニングで、グループでみんなで一緒にマイニングをして、この石を取りに来る役の人を1人決めてから、その人はステーションにまで石を持っていく係
っていう風にして、後でみんなで石を分けるというフリートマイニングもできます。それもすごく安全ですし、チームワークだからとても効率も良くなります。次、最後のマイニングの仕方が忍者マイニングって言って、例えばローセキュリティとか、はい、ヌルセックとか、すごく危ない地域で、でもすごくいい石とかがある場合は、いっぱい、自分でできるだけ早くマイニングをして、で、敵が来る前にすぐに逃げて、で、どっか安全なところ、例えばどっかに置いてある缶かなんかに、石を詰めて、で、またすかさず戻ってきて、で、敵が来る前にすぐに逃げると感じですね。が、忍者マイニングって言うんですよ。大抵はステーションがないようなところとかでもやったりしますけどね。一応マイニングではないんですけど、もう一つあるやり方が缶フリッピングって言って、誰か自分の人じゃない缶まで行ってこれを開けて中身を盗んじゃうっていうことなので、それはそうすると相手からハイセキュリティででも反撃していいことになってしまうので、やらないでください、危険です。でもこういうのでちょっかいを出してくるような人たちとかもいますので、それはまた今度のレッスンとかでどういうふうに気をつけなきゃいけないかっていうふうなお話をさせていただきます。今ここのフリートの中にかなりいろいろなタイプの船がいますよね。僕の船はこれはフリゲート、ただのフリゲートです。でも一応マイニング用のボーナスがあるんですね。ここにあるのはクルーザー、このカルデリのクルーザーはとてもマイニングに長けています。でも他の船でも今バトルシップもありますけど、このバトルシップはとてもマイニングによくできているのですね。やるのがちょっと忙しいところがあるんですけど、でも実際の効率の良さはかなり高いです。船の中にはボーナスがあるものがあって、マイニング用にできたのがあります。例えばこの船、最初の一番誰かが一番最初にマイニングを始めたいっていうのならば、このカルデリのバンタムっていう船が一番いいです。なぜならばこの船はボーナスをよく見ると、マイニングレーザーの集める量のボーナスがあります。だからフリゲート級ではこれが一番マイニングに適しています。スキルもほとんどなくて大丈夫です。2番目にいいのがこのクルーザーですね。オスプレイのクルーザーが一番いいですね。クルーザー系ので次のステップアップっていう意味でとてもいいです。またマイニングレーザーにここボーナスがあるわけなんですね。で、それがのトレーニングが終わった人は、次バトルシップに行ってもいいし、バトルシップはマイニングレーザーをいっぱいつけることができるからね。またはマイニングバージというタイプの船もあります。そうするともっともっとトレーニングが必要になりますが、その代わりもっともっとマイニングすることができます。マイニングバージに行くかバトルシップに行くかっていうのはまたそれは大きな大きな決断なので、お金もかかりますし時間もかかりますが、でもその分量も多くなるから、その判断は皆さん個人でしていただくことにします。でも結局そうすると石を集めることによっていっぱい材料が集まって、それを溶かして船を作ったりすることができるので、これがあるからこそ対人戦とかをイブ全てのことが可能になるので、とても大事な仕事です。またこれをどこで売ったりとか、お金儲けの仕方とかいろいろあるのですが、とにかくこれは集めてステーションに持って行って、それを売ることによってお金 になります。ぜひ一度試してみてください。以上、これは本当に基礎のうちの基礎とレッスンでしたが、今度はのレッスンの時は、どういうことに、どういうやり方があるのか、どういう船を使えるのか、一つ一つでメリット、デメリットなどをお話をして、実際にその一つ一つのやり方とか、あとこうした方がいいよみたいなちょっとした裏技とかもお話をさせていただきます。今回はかなり短いビデオですけど、こういうもっと短いビデオを何個かつなげて やろうかというふうに思っておりますので、次回もぜひ見てください。僕たちのコーポレーションはナチョコーポレーションで、初心者支援公募のクラスをしているコーポレーションです。イブで新しい方とかは興味がある方はぜひ応募してください。
あとこの YouTube の、 あのビデオの方にも、あとコメントとあとレーティングの方もぜひお願いします。あの YouTube のチャンネルの方で、リクエストを、受けておりますので、今回のレッスンというのもリクエストが、あのマイニングの用 の、 あのレッスンをしてというリクエストがをいただいたので、それに お答えしてからこのレッスンをしました。他にいいアイデアが、レッスンのアイデアがある方はぜひポストしてください。できるだけカバーするようにします。お疲れ様でした。また来週、お会いしましょう。さようなら。